あのなんかちょっと火取ってんだけど、やだ悲しい、明太子火取ってんのやだ。そう食べてからね、あの本当に何も食べてなかったの。もうめちゃくちゃ頭も使ってめちゃくちゃ頑張ったからマジでたくさん食べます。明日もめっちゃ体力使うから。どまちゃん桜の花びらありがとう。お母さんやっほー、赤奥大輝やっほー、みんなやっほー、ゆいっちハートありがとう、まぼろしさんハートありがとう。この時間食べ過ぎるんですか。はい食べますね。今日買ったもの見たい。まずねこれ柚子胡椒で食べる豚もやし鍋、そして鮭と高菜明太子ご飯、そして野菜スティック、もうたくさん買いました。あのでも今日はなんかまだあの体に優しそうなもの3連発、美味しそう、お腹空いた。君島成瀬さん桜の花びら2人ともありがとう。ひろぽんさんやっほー、元気元気、かぞいちごやっほー。マジでお腹空いたからご飯食べていい、食べますね。本当に頑張ったんですよ。どれいた情報ゲルツケンさんやっほー。柚子胡椒最強最強説、それは師匠、柚子胡椒が世界で一番美味しいと言っても過言じゃないぐらい柚子胡椒大好き。野菜があれば大丈夫、それにゃーそれなーってことで、私は普通にご飯食べるね、普通に食べるね。早口でジジイには聞き取れなかった、もう一回聞きたい。麹味噌マヨネーズ入り野菜スティック、柚子胡椒で食べる豚もやし鍋、鮭と高菜の明太子ご飯、はいこの3つを買ってきました。あーお腹すいた。そういえば花粉症疑惑は大丈夫だった、なんか薬飲んだら大丈夫だった、今日も薬飲んでます、なんとかなったけど結構ゲホゲホまだしてる。おもちゃんやっほー、ボーブンイレブンですね、そうですね7ですね。蒸気ルツケンさん流れ星ありがとう、カズオイチコウサクの花びらありがとう。ということでまずこちら、まあ、野菜から食べておけば大丈夫だろう、ということでご飯を食べます。夕飯まで終電寝過ごさないかチャレンジ中、マナナのお腹空いちゃうよ、食べよう食べよう、チャレンジ成功を祈ってる。よしってことで開けて、せーの、いただきます。ご飯食べる、二重にしよう。こんなさ、こんなさ草を、草というかさ野菜食べてさ、私まるうさぎ、うん人参の味がします、美味しいです。本当にお腹がすくすぎて死にそうだったの。はちねさんこんばんは。おもちゃ最近おもポストできてないから、私にしてください、いっぱいしてください。本当にお腹がすきすぎてもう電車の中で飢えてた。まあこちらはね温めてあるものから食べた方が良かったなと思いました。これ冷たいし後でも食べられるもんね。うんうんうん、なんか夜中にあんまりそういうの迷惑かなって、迷惑じゃない、どうして ASMR 配信って思った。シャキシャキしてる野菜の味がします。眠い目こすりながら見てる、眠いの、起きてて偉いじゃん、普通温めたやつから食べるでしょね、思った。なのにもかかわらずなんかさ冷たい草から食べてる。それです、ベジファースト、それ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 です。つまってたのこれね、でもこれ美味しいんだよ、これ知ってますか、これ、これ好きなんですよ、これ美味しいんですよ、みんなも食べた方がいいよ、これ美味しいんですよ、この野菜スティック。反対側張ってきそうになった、危な、うん寒い、からあったかいの食べよう、うん寒いわ。ちょっと君はこっちに行っていてね、これはワンちゃんまた後で食べる可能性もあるから君はこっちにいてね。
ということで、これ食べよ。あ、待って、柚子胡椒はさ、レンジで温める前に必ずはがしてくださいって書いてあるの、そのまま温めちゃった。どうしよう、柚子胡椒が爆発してるかもしれない。ラッキーハットありがとう。どうしよう、柚子胡椒、え、柚子胡椒膨らんでるんだけど、だい、あ、ね、どうしよう、みんな柚子胡椒が膨らんでるんだから。ピンクカメラさん、こんばんは。あ、大丈夫、あ、ま、え、大丈夫かな。なんか柚子胡椒が、柚子胡椒が、まあ大丈夫大丈夫、まあ死にはしないだろう。私もなんか食べたくなってきた。食べな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 。ピンクカメラさん、桜の花びらありがとう。あ、かな、なんだこれ、かた、手の筋をやったかと思いました。あぶねー。ピンクメンさん、グーグーありがとう。お母さん、流れ星ありがとう。てか見てこれ、やけどなとか、かわいそうじゃない、悲しい。はぁ、今日頑張ったなぁ。開かないんですけど。開かないんですけど。豚もやしなんて分かんない。 OKOK、 開いた開いた。悲しい、豚もやしなべが山本のことを攻撃してきやがった、してきやがったとか言ってダメだね。僕らのクラさん、こんばんは。アイロン当たったの、そう、アイロン当たった。悲しい。夜遅くまでお仕事お疲れ様。お仕事夜遅くまで疲れ、頑張りました。なんだこれ、待って、汁と分かれてんの。私これ初めて見たぞ、こんな風になってんだね。最初からつけておいてくれた方が楽なのに。あ、ごめんなさい、そんなこと言っちゃダメですね。飛びそうで怖い。まあ、か、なんでも。お腹すいたからマジで爆食いチャンネル。あきちゃん、こんばんは。ご飯食べてます。柚子胡椒はどこにつけたらいいのかな。まあとにかくさ、そのまま食べてみない。なんかさ、豚とね、もやしのお鍋らしいのよ、と柚子胡椒で食べるお鍋らしいんですけど、私はそのまま食べるという冒険を繰り広げてみたいので、そのまま食べてみますね。いただこう。いただきます。喉痛、熱そう、熱いかな。うん、うん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 、優しいお味ですね。うさぎ思った、こんな野菜ばっか食べてさ、うさぎかよ、かわいい、みんなのうさぎかわいい。ちなみにラーメン食べておりません。赤マジで食べてないの、えらいね、マジで食べてないの。いい子すぎ、ちゃんと守ってんのよ。ない、お鍋、そう、お鍋。これ美味しいです。クルーガーさん、こんばんは。この柚子胡椒をね、どこかにつけたいんですけど、どこにつけたらいいかな。どうしよう。ここら辺に出そう。うさぎ美味しい。なんたららみたいなやつでしょ。知ってる、その歌。なんだこれ、全然開かないな。まあいいだろう。よし。プジャマン、ヤッホー。クルーガーさん、かわいい、ありがとう。最高最高、ご飯最高。マジで頑張った後のご飯って世界で一番おいしいと思う。あ、待って、柚子胡椒どこかに溶け出した。部屋の柚子胡椒が消えた。まあ、いっか。柚子胡椒の味。赤ずハートありがとう。うさぎ美味しい。知らないの、その歌。なんで
なんで知らないの？知らない人がいてもまあ仕方ないのか。なんで知らないの？死んじゃった。なんかマジでもやしと、もやしともやしの中に豚肉が紛れ込んでますってお鍋。美味しい。今の踊りなり美味しいから待った。マイクハートありがとう。最近どうしてくれてるか、そんなこと考えてしかない。最高やん。大輝あったありがとう。ハートさんハートありがとう。もやしの前、そうマジもやし半分やってそこで聞こえた。眠いの？もっちゃんハートありがとう。本当にヒアノは真剣に食事タイムしてます。みんなはご飯食べたの？あいちー、タッキーさんこんばんは。別の味が食べたい気分になってきたから別のもの食べよう。こっちにする。次はお米。圧倒的回数かな。この時間で飯食べてない人少ない。確かに確かにね。はあ、本当にね、咳は止まらないんですよね。私いい子、早く寝る。いい子？ちょっとよくわかんないです。海鮮丼作ってアクセス写真とかね、見た。いいの、美味しそう。小骨に注意だと。私はそんなのもの、そんな文字を見てなかった。小骨やだな。小骨、小骨。なんだこれ。あ、危ない。あの、小骨やだな。ポークヤッホー。食べたけど食べたという事実しか覚えてない。ひなさん、私の夜ご飯何でしたか？鮭のホイル焼き。勝手に決めた。鮭のホイル焼きでしょ？鮭のホイル焼き以外は食べてたら許さない。許さない、死んじゃった。めっちゃ夜ご飯オムライス作ったの。いいの、美味しそう。ひなたにも作ってください、皆さん。やっぱりお米やな。なのお願い、前から何でか免許お願い、すいません。どうしたん？何悩んでんの？何があったん？何があったの？ひなちゃんに言ってみよう。ふわとろでいい。ふわとろがいい。鮭のホイル焼きとか牛肉でしか食べたことない。マジ？ひなちゃんちは結構出てました、ご飯で。美味しくない？あれ大好き私。お米が一番美味しい説。なんか明太子にが乗ってるんですけど、このご飯明太子に、生の明太子だったんですけど、私が温めて、なんか絶妙に火が通ってて、なんかキモい見た目。キモいとか言っちゃダメだね。でも美味しいわ。託していなくなるスタイル、思った。託された。どうしたの？何があったの？なんちゃんが話聞くれ。どうしたん？話聞こうか。ヒヤヒヤホー、ナモルさんハートありがとう。ここに置こう。美味しいな、ご飯は。でも買いすぎたかなと思ったけど、まだまだ食べられる気がする。全然お腹空いた。
意外と名前に触れられなくて安心。なんでわざわざ変えたの？なんで？ずっと悩んでるわよ。何があったの？何があったの？まちゃん、私の話聞いていいよ。何があったの？ハットありがとう。みんな話を聞いてほしいの？何があったの？聞くよ、部屋の。ご飯食べながらだけど、ご飯食べながら聞くよとか言ってもさ、なんか全然さ、なんか親身になってる感がないと思うかもしれないけど、ちゃんと親身になってるので、ぜひ何でも言って、ひよちゃんに。なるほどね、オッケー。昨日のご飯じゃあ食べる。あん。なるほどね。今日のヘノちゃん TikTok よかった。ありがとう。毎日載せてます。私の名前ヘノチクチクどっちよか。エンジ、わかんない、部屋のワンエンジ派わかんない。でも見てないんだよね、どんなの着るか。まだ言われてないんですけど、個人的に。でもどっちも可愛いよ。ありがとね。なるほどと書いてあって、これじゃないの。なるほどね。なるほどです。鮭が美味しいです。まだ鮭一口も食べてないんですけどね。鮭美味しい。この先私はどうしようかなってね。この先とは？なんで？この先私は何で悩んでるの？ロロキュッキャさん、こんばんは。ちょっとよくわかんないですけど、なんかよくわかりました。食べるのに美味しいよね。そう、美味しかった。鮭が好きです。お腹が空いた。ご飯食べてるのにお腹空いてるんですけど、どうしたらいい。ヘンナさん、2つ目すべかい。ありがとう。ちょっとご飯食べてて、ちょっとフリフリできない。フリフリ、お腹が空きました。ご飯食べてるのにお腹空いた。どうしたらいいんだろう。ウォーターを飲みます。お腹すいた。みんなお腹すいてないの？私なんかご飯食べてるのにお腹すいてるのに、なんでみんなはお腹すいてないの？これにしよう次。あ、やっぱりこっちにしよう。すみませんね、野田さんの一人であわあわ食べておる女で。今日一食だからお腹空いてるわよ。食べな。なんでご飯食べないの？なんでご飯食べないの？ねえ、この先って何？バイト A でまだご飯食べてない。食べな。かわいそう。バイト偉いね。ご飯食べな。部屋と同じメニュー食べ。これね、7で買える。
足がしびれたので正座をやめました。昨日5食ぐらい食べたんだけど大丈夫、5食ぐらい平気、10食食べたらちょっとやばいけど5食ぐらい平気よ。大丈夫大丈夫、たくさん食べなさい、野菜食べたい、食べな。ヒロと同じメニュー、ヒロのメニュー結構健康的や。あかん、足しびれた、どうしよう、助けて、あかん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 、あー痛い、無視しよう、いや無視したいけど痛い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 、待って、どうしようどうしようどうしよう、ストップタイム、待って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 、本当にどうしようどうしようどうしよう、ちょっと待ってな、あーどうしよう、動かすんだらいいかな、めっちゃ痛いんけど、痛いというか変な感じする、な、どうしたらいいの部屋のさ、もうこれ動かし、今からこの状態で動かしたら圧倒的に足がしびれが増すって感じがしとる、死にそう、悲しい、あ、オッケーオッケーオッケー、なるまで練習しよう、なんとか大丈夫そうでした。本当に私すぐに足しびれるし足つっちゃうんですよね。しびれたら血流れるように少し体勢変えてて、なんかさっき正座してたんですよ、そしたら足がしびれて今あぐらかいてない、足を伸ばしました。なーちゃん5食平気なの、え5食平気ってか5食全然余裕で食べられる気がする、全然食べます、しっかりマッサージもしましょうね。で、なんで？で、なんでなの？ってないのね、そう。あぐらかいてるとか言ったら、どうせみんなに、うわっとか思われんじゃん。だから、かいてないっていうことにしようぜ。もうさ、いろいろご飯半分ぐらい食べてるんですけど、お腹空いてるんですが、なんで？怖くないですか？ご飯半分ぐらい食べてるのにかかるとまだお腹空いてるんですけど、まだ食事スタートしてすぐみたいな。ただハンバーグ食べたいね、わかんの。ハンバーグ食べたい日なたも、あーなんかこんな、なんで野菜のご飯にしたんだろう。もうちょっと別のものにしたらよかったかな。でもこれ美味しい。なんかちょっと多分夜だからってことで気を使っちゃったんだと思う。こんな部屋のがヘルシーなメニューを買うなんて珍しい。しっかり食べて偉いね、偉い。でもなんでなの？前の部屋のその返事聞いてないんですけど、なんで？なんか食べてもお腹すく、マジでお腹すく、本当に一生食べられる。うますじ、野菜スティック美味しいね。いやマジ美味しい。これ食べたい？大根。うまそうだろ。名前理由書いてどこに？いや本当にこんなにご飯をバクバクと気にせず食べながら配信してていいものなのか。
様、長い星ありがとう。今日はなんで定食なの、ずっとボードしてね。なんで悩むの、どうしたの、何があったの。コメント欄に他書いてるよ。パレット食べたいよ。アブのこぶしかくだよね。わかる。幸せバターポテチ食べたい。ポテチ買えばよかった。なんかこの量にポテチ買ったらさすがにブーちゃんか。聞こえた？今のさ、人の骨が折れたみたいな音してなかった？いや人の骨が折れたっていうか、なんかパキみたいな、すごくない？マグマグヘアの回か、食べてください。食べます、美味しいです。もっと、あ、野菜が埋もれてきた、どうしよう。生命の人との会話のブレクラタブ、うん、生命の人、え、はじめましてみたいな、え、なんだろう、なんかじゃああえて持ってたり、何か好きとかないの、え、まるまる好きなんですかみたいなとかじゃないの。なんで誰部屋の方が普通じゃない、レシピ高いと思ってましたね。もうちょっとさ、ジャンキーなものにしたらよかったかな。でも夜だからね、えらい食べる量は減らしたくないのでお腹空いちゃうから野菜にしたの、えらい怖いかなと思って、気分で帰ってきた。うん、なんで、うん、なのね、野菜がね埋もれちゃった。さっちゃんこんばんは。戻した方がよければ戻しますよ。戻したら、戻した方がいいんじゃない、わかんない、別に好きにしてもらったらいいと思うんですけど、なるは戻すことをおすすめします。コメチュアの野田さんの意見が来たことです。初対面の人、普通にあの、え、はーいみたいな、え、初めましてですよねみたいな、嬉しいみたいな、え、仲良くなりたいですみたいな、仲良くしましょうみたいな感じで言うのは、初対面の人にはなんかね、そんななんか意識したことないかも。でも本当に初対面の人だったら、え、つ、なんかなんだろう、え、じゃあ今日いっぱい喋って仲良くなりましょうみたいな感じとかじゃないの？でなのは思ってました。わかんないけど、なのはこんな感じかな。なんか特に気にしたことないかも。じゃあ戻します。満足。なんかすごいでかいキャベツだと思ったらくっついてただけでした。自分と自分が戦ってます。人生、自分の人生について考えてるのはたまに。なんで自分と自分が戦うの？どういうこと？何があったの？何があったの？と何があったの？めっちゃひなちゃんが熱くくて嬉しいね、嬉しいね。ん？なんだこの人数硬い。尋常じゃなく硬い。うんうん、味は美味しいです。
だけど別のなんですよ。あの同じ味ずっと食べられないんですよ。人参が硬い。そう、人参が硬かった。びっくりした。私本当にあのね、そう飽き性なので同じ味本当にずっと食べたくないんですよ。食べますけどもちろん。味を変えたい派。わかりますか？味変大好き人間。わかる？伝わる？伝わったら変音仲間。うん。同じ味1ヶ月でも行きます。マジいいな。なんかさ本当に部屋はなんかダメなんですよね。食べろって言われたら食べるのかもしれないけど、いた割り箸刺さってんけど、まあいっか。って何だっけ？人参か。あれ？違うね。同じ味だ。同じ味本当に食べられないから。すごい。ヒートちゃんちに買って。なんかね、さっき食べた人参の2倍硬かったんです。人参が人参だった。ワッキーさんこんばんは。ん？この豆腐味がない。柚子胡椒をつけ忘れたんだ。待って、私は圧かけられてないもん。ひなちゃんに圧かけられたいってこと？ FWDW G3 さんこんばんは。今日夜グループ配信時間めっちゃやめってことは夜ご飯とか行くの？そう、あのあとはレッスンがね、その後にあって、そう終わったらすぐお家を出てレッスンに向かうんですね。で、その後にあのミオと会うんですよ。ミオと会うので、そうそう、個人の配信は遅くなってもなんか大丈夫っぽいけど、あんまりグループ配信はあんま遅くない方がいいって言われたから、じゃあ早めにしようってことにした。人参ドレッシングは千切りキャベツに かけて食べるのし。人参ドレッシングって何それ？そんなのあんの？ゆたさんこんばんは。え、かけられたいけどかけられることはしたくない。かけたいけどかけられることはしてほしくない。母さん私何時ぐらい、え、個人の方何時に終わるんやろ。結構遅いかも。分からん。どうなんやろう。どうなんでしょう。12時は過ぎるかな。過ぎるかも。12時ぐらい。ごめんね。てか昼間にさ、一緒に配信しちゃった方がいいかな。よかった。でも明日。平日ですよね、あんまり、はあ、早いのね。けたさん、おすすめ一覧出てきました。吉村さんマジおすすめ一覧出てきてくれてんの嬉しい。やっほー、おやすみ。歓喜やっほー。こちらの配信はおしゃべりともちょっとよき。よき説教出てる。あ、説教のウインナー美味しくないですか？すごい好きなんですよね。17時から20時バイトですか？グループ配信取り褒めれますか？17時から20時は私はリハをしてるので大丈夫です。それ以外の時間だったら見てくれってことでしょ。大丈夫。
多分だから友達に今私が嫌いと言われたのが何だ理由の一つじゃない一面ではないし、何なんで嫌いと言われなんで嫌いって言われなあかんの、なんでなん、嫌いって言われたら私の方が嫌いじゃ黙っとけって言っとんな、そんなこと言っちゃダメだね、ごめん口悪かった、ごめん、いやそう、それぐらいの気持ちでいたらいいよっていうことね、そう黙っとけとか言っちゃうかな、ごめん本当にごめん本当にごめんなさい、そう黙れって言ってやれ、大丈夫だよ大丈夫、そんな気にしないで、そんな気にすることじゃありません、うるさいって思っときなさい、ヘアちゃんがいるだろ、コウくんついてかわいい、ありがとう、もう雨雨本当は下ろそうと思ってたのにボッボッソボソになっちゃった、クルーガーさん歯車ありがとう、切れ味鋭いね、だって嫌じゃない、なんで嫌いとか言われなきゃなんねんだって思うじゃん、そんなこと言っちゃダメだね、みんなごめんなさい、ヒアノはそんな口の悪い女じゃなかったです、すみませんでした、もう泣きそうです、泣かないで泣かないで、どうしたの、泣かないの、大丈夫だよ大丈夫だよ大丈夫、そんなやつほっときなさい、そんなやつとか言っていいのかわかんないけど、ほっときなさい黙れって思っときな、大丈夫だよ、そんなことをさ、あの黙れって思っとけとかヒアノ言っていいのかわかんないけど、うん、いいよ、ももたんさん、かわいい、ありがとう、うん、うまっ、そうします、そうしな、ももたん、それ友達との関係終わらせたやつで、確かにダメだね、終わらせたくないよね、終わらせたくないよね、でもバトル女だからダメだ、どの辺のもう意見は聞かない方がいいかもしれないですってぐらいの気持ちで思っとけってことにしとこう、それにしよう、本当にすみません、この辺の口が悪いのがバレる、黙れとか黙っとけって思っとけとか言っちゃダメだよね、本当に本当にすみません、野良部屋のことを嫌いになった方はいないと信じたいです、本当にすみません本当にすみません、本当に、ね、みんな嫌いならないでね、部屋のがこんな口悪いって知ってるかもう知らないけどごめんね、バトルってもしかして暴言吐いてる、そういうことじゃないじゃん、バトル暴言吐かないよ、野良部屋のは暴言は吐かないです、暴言は吐かないですけど、おかしいことに言うだけってだけ、しかもバトろうと思ってバトってないしね、こっちも、なのだからセーフ切りたい、許される、喧嘩するか、ヒアノと喧嘩して勝てるの、ヒアノがいれば友達なんだ、そうだヒアノがいたらいいっしょ、ヒアノがいたらいいだろ、うに口悪女で本当に気まずい、黙っとけとか本当に気まずい、そんなこと言うべきじゃなかった、ポリポリ鼻かゆ、スタッフさんには黙れって言わないで、言わないよマジで、言わないよ、言わないよって謝ってくれたし、スタッフさん昨日は機嫌が悪かったですってごめんねって言ってくれた、だから悲しい気持ちはなくなりましたので、野良部屋のもハッピー、そんな野良部屋のは黙れとかそんなこと言わないです、言わないですけど、あのなんていうの、おかしいことに対して言うだけです、それは違いますって、なんか話が噛み合ってないですとか辻褄が合わないですとか、それだと正論じゃないですみたいなね、それぐらいしか言わないです、ヒアノの悪口微笑ましいか見てるし、死んじゃった、ヒアノの悪口微笑ましいんだ、ヒアノ悪口じゃない、本当にみんな違うんです、私が口悪くて本当にごめんなさい、もう黙ろう、ドラヒアノ、あの
僕黙れって言われたことあります。そんな昔のことを掘り返すな、黙れ。やめてもん、あのさ、口が悪い人間ってさ、みんなに思われちゃうじゃん。そういうことさ、みんな言わないでもらっていいっすか。部屋の子言わなかったらいいんだ。あとはライブにこれからどれ行こうかな。ん？なのじゃなくてってこと？ん？ピアノに以外とライブってことですか？マジマジされるよ。ピアノちゃんみたいにまっすぐぶつかってくる方が好きよ。野田ピアノもマジでドストレート女なので、すみません。じゃあお嬢様の言葉しぼりしてみる。この前ね、おとなしく喋ってみようチャレンジをしたらすごくね苦しかったですわよ。ん、ひなのにないんだよ。ひなのにか、全部来てくれますか皆さん。本当に来てください。4月たくさん来てほしいです。絶対に、本当に本当にお願いします。本当にね、本当にね。皆さん本当に本当に来てください。2月会いに来てください。皆さんにいつも暴言吐かれてます。皆さん助けてください。川さん、何、なんでそんなこと言うの。なんだよなんだよ、死んじゃった。みんなさ、なんでさ、そんな部屋のがさ、口悪女だって思ってるの。暴言なんて吐いてないじゃん、吐いてないじゃん。8日の大抵1時からね、本当にさね、遅いよね、遅いよねとか言っちゃいいのか分かんないけど。ランチューさんこんばんは。ワッキーさん、さくらの花びらありがとう。そのセリフ真珠出します。どういうこと。ちょっと両米なくなっちゃう、悲しい。本当にやばい、マジ無限食べられるんですけど、助けてくれ誰か、この食べ過ぎる私を。ね、柚子胡椒また消えた。柚子胡椒がお鍋の中に埋もれて消えるというさ、ことが本当に起こってるんですけど。じゃあたくさん来てほしいですね。意味が捨てられるということ、なんでなんでですか。なんかあるんしますよ。あれじゃない、だってさ、もう3月のライブは3月30しかないからね。そう、ぜひ会いに来てください。ちょっとお腹いっぱいになってきちゃって、あんなにお腹空いたとか言ってたのに、お腹いっぱいになってきちゃった。まあ全部食べるけどね。身長お察しします、まあ心の内お察ししますよとかという葬儀とかで言ってけ、でもさ全然わかんないんだよね日本語。3月1回しかいなかったかも。お団子の日でしょ。
定期なかったしね。そう、3月は定期です。だからそうそう、平日のライブも少なかったので、あん少なかったというかマジでなかったから、3月あんまライブなかったかもね。土日ばっかりだったかも。お腹いっぱい。あともうちょっとずつなんだけどな。食べきりたい。去年の8とゴールデンウィーク行きました。ありがとうな。待ってるな。あ、早い意識なんでた。おはよう。寝てたの？まだ食べてるよ、今のご飯。よかったらどのライブに行こうかな。全部。関西方面も来てるしね。なんかあんまり最近遠征ないんですよね。悩みはいろいろここにしまっておこう。なんでヘナちゃんに何も言ってかないの？決まってないけど、私映画だけは少々特殊だから、そっち系の言葉には詳しい、詳しくはないかもね。そうなの？特殊なの？特殊なの？柚子胡椒が残り少なくなってきました。ええー、んと思ったけど、お鍋の量もほとんどなかったからいいか。佐々木さんこんばんは。分かった。なんで変なのがお腹いっぱいか。こんだけの量でこんなヘルシーなものお腹いっぱいになるわけないと思ったの。野菜ってよく咀嚼するんだ。私今思った。すごくたくさん咀嚼してる思った。絶対それじゃないですか。それな気がする。うん、からネギが逃げるんですけど、てかまた足しびれてきて痛い。なんでだろう。一貫で食べるいい子の部屋の人です。私はいい子なんですよ。とてもいい子です。とてもいい子です。でたまたまレイの格好最高って言ってて嬉しい。ありがとうね。たくさん動画嬉しい。いっぱい作ってね。これからも足伸ばしなさい。それはそう、足伸ばそう。マグラかくのやめよう。マグラかってなかったけどやめよう。食べた。体験がほんがほんする。コウさん、初見さん、初見です。見に来てくれてありがとう。やっほん。トクトクセバマイクのボレ作ったね。なんでボーレって何なの？お化け？お化け？お化けってこと？幽霊みたいな。あぐらかいて暴言。もううるさいうるさい。あぐらも書いてないし暴言も言ってない。そんなこと言わないで。あ、見てやってもあともうちょっとご飯。なんかご飯がなくなると思ってお腹いっぱいだけど、なくなると思ったらなくなるで悲しいな。
あのね、さっき小骨強いって書いてあったから、なんか刺さったから小骨だと思ったら、ただの鮭だった。全然小骨じゃなかった。死者の魂、幽霊出てる。なんで、なんでなの、なんで死者の魂なの。でもなんかお口正しくて行儀正しい人は同じこと想像できない。ちょっと待って、私行儀正しくないの、ひどっ。そうかな。あのちゃんとしなきゃいけないときはちゃんとしますよ。でも意外とね、ちゃんとしなくていいときはちゃんとしないですけど、ちゃんとしなきゃいけないときマジでちゃんとしますからね。実はヤノの方ことをどう思ってるのか知らないけどね。それ本体やん。どういうこと、どういうこと、わけがわからない。初訪問の方が多数、ありがとう。野田ひなのです。今ご飯食べてます。マリコはたまに暴れになる。なんで、そんないつも深々くお辞儀してるもんね。そう、お辞儀だけは絶対に、そう、絶対に深々した方がいいと私は思ってるので、お辞儀と感謝とごめんねはちゃんと言える人間でありたいので。ん、ちょっとよくわかんないけど、トラヒナの褒めるとこしかないね。そう、褒めるとこしかない。ミヨンさん、ミヨンツーさん、こんばんは。ん、本体自分のコンビが意味わかんない。もうそれ眠いんだよ。寝ろ、寝ろ、寝ろ。なのなんか運動部屋行って生徒に出てたし、幼稚園児だもんねって思ってます。お部屋の幼稚園児だからさ、そう、仕方ないんです。甘やかして育ってもらっていいですかね。むっちゃん、なのちゃん、どうしたの。なのちゃんです。なんかたまに静かに現れなくなります。多分考えまくってやるということで、現れなくなるってことは、じゃあヒャラにもう会わないってこと。そうなの、なのの前に現れないってこと。食べた、食べた、次お野菜食べる。お鍋とお米は全部食べた。やっぱり口の中になんか痛い気がするから、小骨にやられた可能性があります。私は小骨にやられた。てか私はどんだけゆっくりとご飯を食べてるんだ、思わない？死にそう。食べて、シュクシュシュこっち行って。待って、食べる。これもうちょっとで食べる。そんな甘やかしなんて私には。で、月何百万欲しい。死んじゃった。死んじゃった。久しぶりなんじゃん。楽しみ、楽しみにしてて。かわいいよ、ひな。現れるわけではない、静かなだけで。静かなの、ひなちゃんについてもしないってこと。小舟、あ、何を言ってるんですか。小舟って何、小舟って何ですか。ハグよりいいよね、ゆっくり食べる。キュウリの味がする、おいしい。お腹いっぱいになってちょっと眠くなってきたもん、ひなさん。キュウリ食べたい、キュウリ食べたい、おいしい、食べたい。まだご飯食べてへんの、食べや。君島寝ろ、うん、寝ろ寝ろ。
あかん、ほぼ幻聴か。もうそれ幻聴、早く寝ろ。寝な。私は心配です。不思議なことを言い出して。小骨は酒ですか。多分なんかだって小骨注意って書いてあったの。でも刺さってる感覚があったんですけど、なんか痛い感覚があったんです、あるんですけど、でも骨自体は見つからなかったので、まあ無視しようと思います。栄養ジュースないすぎて、しこやし、一人暮らしとか、きゅうり1個も食べてない。なんかきゅうりって栄養ほとんどないらしいよね。ね、なんか家庭科の授業で習った。ツイッターこの中にしまっておく。ツイートするわよ。ツイートして、待って、ゆっくり食べて、ゆっくり食べる。母さんの流れ星ありがとう。あ、小骨が幻聴じゃなかった。え、どういうことですか。どういうこと。部屋にあったら悩む全部するね。うん、なんちゃんになんか言うよ。まあでも話聞くね。何時をしてもね、おやすみなさい。おやすみ、ちゃんと寝よ。ゲームやっててまだ食べれてないよね。なんでご飯よりゲーム優先してんの。ご飯食べて。母さん、ハートのライフありがとうね。野菜食べな。なんとしようも食べようや。みんなもまだご飯食べてない人は部屋のと同じメニュー食べな。食べてない人じゃなくてもお腹空いた人でもいいですけど食べな。小骨が小骨に聞こえたのか5時かどっちかだな。ね、どっちなんだろう。5時じゃね。5時多いじゃん。5時多いじゃん。バカにしてて死んじゃった。大根美味しい。ラジオのタイムフリーしながら、ヘロン食べ、見ながらジャガイコ食べてる。ナナも今、ポリポリするやつ食べてるからおそろい。まあ、伝えに行ってもいいわ。おいで、来て。この時間にはさすがに食べたくないです。お腹すかないの？まるでウサギちゃん。昨日ご飯作ったせい、誰も溜まっててご飯作れないよ。めんどくさいから買いに行こう。じゃあ買いに行こう。だって洗い物返すの嫌じゃん、こんな世の中に。昼ご飯作って偉い。時間ないよ今のところ。なんで、すぐお腹空いてきちゃうのに。てか本当にさ、野菜ばっか食べててウサギちゃん。健康的じゃない。今日すごくおとなしくご飯食べてる気がするね。この辺のが配信でおとなしいことはあまりないと思うんですけど、ご飯を食べるのに集中しすぎて全然話せない。最近少なくなってきました。不健康ってこと？胃がちっちゃくなったのかな。なら慰めてもらおうかな。おいおいだな。なんか慰めてあげるよ。大丈夫だよ。大変なの、かわいいよ。すごい大変なのだから。ついんだしね。ウサギちゃん、お腹いっぱいでもね、あともうちょっとなの。美味しいから食べられる。ポテチ買わなくてよかったです。食べた後美味しくてニコニコしてるのか。うん、これね、本当に美味しいんですよ。変な声出して、
コンビニ行ったらカレーオレンも食ってよくできません。なのさん、今日のこれ買うか、濃厚タンメン買うか、なんかあの、あるじゃん、なんか豚ラーメンみたいなの買うか悩んでこれにした。健康的なの選んだ。なのちゃん癒される癒されるひなのご飯姿は本当で、それが一つたまに投げてきて号泣、大号泣してる今。えんえん、フルグラ星人だもんね、あなた。うん、大丈夫、美味しかった、オッケー。なんちゃん太らんの羨ましい。太るよ、めっちゃ食べてるの。でもその分動きます。めっちゃ私めっちゃ踊るんですよ。めっちゃ動くのね。食べちゃう、お腹が空いちゃうんです、本当に。うん、最後は大根にするかキャベツにするか悩んでる。マイクちょっと落ち着きました。よかった、大丈夫だよ。本当にむせちゃうしんどい。ノーサーさん、職員さん、こんばんは。何をどう考えてもキャベツで、分かった、じゃあキャベツね。なんでキャベツなの。外へとかもしたりするの、体幹トレーニングみたいなとかする、してます、するのと、まあ、ライブとかで踊ったりとか、まあ、リハとかで何曲も踊ったりするので、こんな感じかな。あといっぱい歩きます、大根よりキャベツが美味しいから、じゃキャベツにする。最後悩み事があるが、少ししなくてすんしな少ししなくて済んだから楽、まあ、とにかく楽になったってことだよね。よかった。ナスさん、ひなのが食べきるのを見届けようと思ってましたが、少々喧嘩になりません。ナスさん、おやすみ。なのがあとこんだけだけど、ごめんね、遅くて食べるの。ありがとうね、ナスさん、おやすみ。都会に住むと歩くの早いね、そう増える。でもあとこれね、この大根とあとキャベツもちょっとだけなの。みんな眠いよね、早く食べる。みんな何時眠いもん、ごめんね遅くて。ピッケさん、こんばんは。嘘でしょ、んえ、そんなゆっくり食べてたの、部屋の。キモ、食べるのゆっくりすぎてキモ。小鳥の一口じゃん。早く食べる。これラスト、あ、ちっちゃいのあった、ちっちゃいのこれ食べら、じゃ目でも弱くないし、だとしても遅い。なのも明日リハなのに、これが最後のキャベツ。これ最後の一口、
全部食べました。あ、お腹いっぱいです美味しかったです。野菜サラダ食べてるのびっくりした。うん、いっぱいなんかいろいろ食べました。せーの、ごちそうさまでした。美味しかったです。満足満足。おすすめの洗顔って聞きたい。ひなは目今年の洗顔した後になんかピンク色のやつ使ってる。目今年の洗顔はなんかよくあるやつで、その後にピンク色の洗顔使って、なんかピンクのなんだかな、わかんないけどなんかピンク色のやつ使ってます。ビオレかな、わかんないけどなんかそんなのだった気がする。シャンプーはボタニスト、タブトリーリース、トリトミとかボタニストで、ボディソープは紫のやつ、そんな感じで。野田ヘアノは生きてます。化粧水乳液は豆乳イソフラボ、ヘアオイル、ヘアミルクはボタニストです。これで野田ヘアノは完成しております。へーい、お腹いっぱい、たくさん食べました。ピンク色ってなんだろう、多分ビオレだった気がするイソフラボンお揃いね。イソフラボンがなんだかんだ一番好き。ヘアのお揃い、ヘアとお揃いとかセンスあんじゃん。ハヤブサさんこんばんは。ゴミをポイポイしてます。知るとんだ、最悪やん。あ、水蒸気か、うん、ギリたい、ゆるそう。なっちゃんの真似していい、いいよ、真似して真似して。おそろいしようや。補修買いに行こうかな。補修ね、ひなシャネルおそろいしようや。みんなひなとおそろいしようや、全部おそろい。チャンネルの何を、チャンス分かんない、女の子用なのかな。10分になります。こっちのリブを塗ってからこのリップの色がね、すっごい可愛くて好きなんですよ。これね、すごいね、チュルンってなるの。で、ひなちゃんの色にぴったりなんですよ。すっごく可愛いの。こしょう、私もシャネル。おしゃれ。おしゃれ仲間でちゅ。見てほら、この唇めっちゃ可愛くない？チュルンってなるの。ね、見て見える？ほら。可愛いでしょ。ひなちゃんがくれたの。何回も言ってるね。そう。それぐらい大事にしてるんですよ。可愛いでしょ？一緒だよね。ちょっと髪ボサボサ、カメラだからか。ですか、取れましたか、取れたかな、取れたかにゃ、取れたかにゃ、取れたかにゃんにゃんにゃん。野田ピンクが似合うね、ほんとピンク色の女の子。このリップね、なんかね、こんな感じでね、こう見たらね、ちょっとね、あのね、直接見る方がね、ちょっと暗い目の色してるんだけどね、塗ったらすごくね、可愛いんですよ。可愛い、取れた、よかった。ひなのはお腹いっぱいで満足、最高な人生を生きてる、人生ハッピー、本当に人生ハッピー。
明日はリハです、頑張ります。本当に？なんでそこ疑うんですか？私は楽しいよ、人生が楽しく生きよう、みんなも。みんな楽しくないなら部屋の方が人生に彩りを与えてあげるよ。かっけー、ロールケーキ屋さん、よかったね、よかった、本当によかった。なんか幸せになったのにありがとう、落ち着いたのでありがとう、よかった、落ち着いてよかった。大丈夫だよ、みんな部屋の方が幸せにしてあげるから安心しな。ティップ可愛い、可愛いでしょ、ほらチュルチュルでしょ、すっごく可愛いでしょ。あのね、直接見てもね、すごいチュルンってしててね、なんかね、あのさ、うさぎ下リップみたいなのさ流行ってたじゃん、流行ってるのか今もわかんないけど、そんな感じでね、すごく直接見たらプルンってしてるの、可愛いでしょ、めっちゃめっちゃ可愛いの。これ8つ目、初訪問の方たくさん、こんにちは、ありがとう。君とセレンディピティの私なのです。ご飯もう食べてないのに、ご飯食べてるとかほら吹いてる。ご飯は食べておりません。もうちがちゃんのワンマン来てください。の口笛でチューされたい、チューってこと。チャンネルのチャンスのどれだろう、なにこれ、これなんですけど、でも逆にひなちゃんと一緒じゃない方がいいのかな。だってどうなんだろう、一緒だったらさ、ひなののさ香水の匂いをいい匂いって感じるの、かいい匂いとは感じるか、あんまりだって分かんなくなりそうじゃない、それだったら一緒じゃないのがいい、分かんないけど、これがひなのの匂いみたいな、わかんないけど、なんでもいいや、わかんない、一緒でもいいし一緒じゃなくてもいいよ、彩り加えてください、いいよ、ピアノが彩りを加えてあげるよ、任せな。ねえ今みんな何時、何時何時何時、わかんないかも、逆に地道使う、地道使って、ピアノさこの前地道やったから地道使って、じゃあ1時50分、じゃあ2時になったら終わろう、2時になったら終わります。だったら金においとはなりにくくなるかもしれない。ねえそれだったらやだ、じゃあみんな香水使わないでやだ、みんなこの香水使わないでください、この香水は使わないで。ローズパッションね、了解、ローズそんな名前だっけ、なんかそんな感じだった気がする、ピンクのやつ、ペキホーイ、うん、使わないでね。そしてひなちゃんの匂いを変えていい匂いって言ってほしいので、わかった、かった、恐れしようって言ったり使わないでって言ったり、自己中心的な女ですみません、本当に。なんか香水の匂いしてきた、なんでだろう、さっき持ったから香ってて、もう今はでね、頭はねこれ使ってるの、これタンプレとかでもらったやつばっかりですね、自分じゃ全然買わないので、こういうの2時に終わるに対しての方多いです、その方多いね、ほほーい。明日はめちゃくちゃ早起きではないんですけど、台本覚えなきゃ、あ、覚えたんだった、台本覚えなきゃって思ったけど覚えたんだった、今日の空き時間にね覚えてたの、そしたら覚えられちゃった、忘れてないかな、ドキドキですけど、まあ多分大丈夫です。瀬戸里ももう部屋のは頭に叩き込んであるので、明日のリハは完璧で、基礎ハグもちゃんと全部覚えたので完璧なので、明日のリハに対しての準備は完璧です。キスとハグしての曲、キスってことかハグってことか、そう、キスハグってことです。残し変えないでって言われたら返せますよ、うん、あれ変えないで、あれの匂いすごい好きだった、最後覚えてよ、え、ほんと？えらいじゃん、じゃあ一緒に踊ろう、ひなのと、ひなのと一緒に踊ろう、キスハグキスハグなので覚えて、ニコニコさん完璧ですね、そう完璧、完璧さん、完璧さんチーム、絶対明日忘れたらどうしようね、大丈夫です、私
多分できると信じてます。ニコニコさんハートありがとう。まあ寝る前にもう一回確認します。でも明日はリハーサルなのでいろいろと決めようと思います。そう今日ねスタッフさんと話しててここなんかここにこうするみたいな言われて、ここはメンバーで話し合ってこうなったんですけど、これをやれるならやりたいですっていうのをメドヘアの言って、なんとか良くなるように素敵になるようにまあまあ頑張ります。昨日のチェキ全部取り直してた。大阪でキス上げしてて笑った。すごいじゃん、伏線回収ってこと。少しオタクなので腕組みながら見ます。なんでだよ、一緒に踊ろうよ。で部屋の側もし隣で踊っててもこうやって透かして見てるってこと。透かしやろうってこと。キラキラふわふわオタクになりなさい。てか見て、このね鏡なんかね貼られたの。オロチなんかひなちゃんにシールをプレゼントしたいってユミが言ってくれて、分かった楽しみにしてるねって言ったら、お家にシールがなかったらしくて、なんかわざわざ持ってきてくれたのね。もうそう持ってきてくれたんだけど、で今から開封しようって言われて開封したらオロチだった。なんかワンピースらしいんですけど、私ワンピースを見ていないので全然わからないけど、なんか貼られました。ひなちゃんにシールをプレゼントって言われてペタって貼られました。はっってなった。ダサい。ひみさんからのプレゼントなら可愛い。なんでなんでなの、なんでそんなこと言うの、なんなの。オロチ、そうオロチでした。でもなんかよく見ればすごく素敵な感じがして気に入ってはいますのだ。ひなのお腹いっぱい、今日ぐっすり眠れそうです。みたいな心踏みにじりたくなかったからね。じゃあさ、なんでいつも部屋の心は踏みにじるのね。なんで教えて。ねなんで、ねなんで、ねなんで、なんで、なんで、なんなの。これ見せようと思ったけどこれ見せちゃダメなやつだ。あぶねー、これ自分でやったのって言おうとしたけど、これは見せちゃダメですね。見せないよ。オール、うん、オール寝ろ、寝ないってこと、寝ろ。一日お疲れ様、かわいくて偉いね。一日頑張った。毎日かわいい。ひなのたん踏みにじったことあったっけ。いつもひなのことバカにして踏みにじってるだろ。てか見て、ひなのアクスタ、あ、全然見えない。ひなのアクスタ、みなさんゲットしてくれましたか。ひなのアクスタ、あ、動かないで。あ、てか部屋のアクスタさ、あっちの方のさバージョンもあったんやけどな。どこがあるんやろ、どこ行っちゃったか。ちょ見て、部屋のアクスタこれね、ここの色もピンクゴールドにしたの、かわいい。部屋のアクスタ見える、かわいい。部屋のアクスタ、ひなのアクスタ勝ち。ひなちゃんのアクスタ勝ち。マジでこだわってよかった。ルンルン。でも寝ないても感じないと寝て、ひなちゃんのことを考えて寝たら寝るでしょ。道届いてありがとうね。ゲットしてくれて嬉しい。アクスタ一つ車に飾って一つ部屋にある、ありがとうね。本当にみんなゲットしてくれて嬉しい。以上、本当天才、本当に天才でしょ。本当にね、本当にね、こだわってこだわってこだわりまくって、もうね、私すごくね、もうすごかったんですよ。もうメンバーも最初ドン引きなものがそうなって、えみたいな感じになって、そうなんとかなんとかのだ、頑張ってこう頑張りました。もう本当にこだわりたかったの、本当にね、本当にね、そこにあるんだけどね、可愛くて可愛くて天才的なの、そこのね、もらったからお家にあるの。だからまた今度着るね。
見たい？隠してほしかった。本当にね、本当に可愛いの、マジで可愛いの。ぜひつはビリウリですか。いいですよ、いいですよ、ヘナタを沈めてあげてください。でもサイズ感ちっちゃいから埋もれちゃうかもね。バトったの、うん、バトったわけでも、バトったっていうレベルでもないかも。ピンクコーデ一緒です、可愛いでしょ。なんかゴールドとシルバーとなんだピンクゴールドがあって、ピンクゴールドにした。あとね、あのね、なんだっけ、他のこの形もいろいろ選べたんですよ。丸とかなんかいろいろあったんですけど、でもなんだかんだハートが一番可愛かったからハートにした。全部が完璧で本当に天才、天才的なひなの邪魔なので、着て TikTok 撮って、お、確かにそうしよう、着て TikTok 撮ろう。あなた頭いいね。あのいろんなね TikTok を撮ろうと頑張ってます。 TikTok ちゃんと毎日載せるからね、ワンマンまでは絶対に。だからみんな見てね、ひなちゃん毎日やることをなんか勝手に増やしすぎてるんですけど大丈夫かな。そう、なんかそう、なんかね、最初にね一人一個、そう、前にあの前の会議ね、一人一個じゃあこれをやりましょうとか、やってる人は続けましょうみたいなことがあったので、ひなたんはおはようボイスを毎日ちゃんと続けましょうみたいな、まあ、ユミだったら配信毎日やってるのでそのまま続けますとか、うーんと、あのリアはビラ配りやりますとか、で、ナナと春は動画とか、夏美は画像を載せるみたいなとかあったのね。それをなんかやりましょうみたいな感じで、ワンマンまでは絶対にあの毎日やりましょうみたいな感じになってて、なんかね、あのなんかヘアノはそう勝手にいろいろ追加しちゃってるけど、そう、まあ、やる分やらないよりはやる方がいいでしょうということで勝手にやっております。だから供給型って思ったらごめん。供給型ですか、大丈夫ですかね。姫ひな曲ありがとう、チャー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 でしょ、楽しみにしてて。 TikTok 毎日すごく嬉しいけど毎日増えすぎて不安になってないか心配ね。なんかね、いっぱいやってるよね毎日。でも大丈夫です、大丈夫です。そう、ワンマンまではね、あのそう、ちゃんとなんていうの、ワンマン来てほしいし盛り上げたいので頑張ります。そんなでも、そんなめちゃくちゃ負担しんどいよってほどでもないので、全然全然大丈夫だよ。ゆけさん、しょけいさん、こんばんは。ひなちゃん撮ってほしいなる。何あのさ、乗せてくれててさ、なんかこれじゃないの、チュー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 じゃないの、それじゃん。なんか絶対乗せてくれてなかった。ヒャノの部屋がね、ここがね全然ね、全身で撮れないかな、お外で撮らなきゃいけないなと思って、だからちょっと遅くなるかも、ごめんね。こちらが嬉しいです、よかった、読めならないように楽しんでてね。マジででもヒャノなんかいろいろやってますけど、ガチ義務やらなきゃみたいな感じじゃなくて、普通にあやろうみたいな感じで全然さらっとしてるので、全然そんなしんどいとか思わんから全然大丈夫やで。西山さん、流れ星たくさんありがとう。おもちゃ、それでしょ、これでしょ、待ってて待ってて、あの全身が撮れるところで撮りたいので、全身というかこう、あの本当にこの画面の範囲でしかここで撮れないので、そう、あのなんだろう、もうちょっと広いところで撮れる時までちょっと待っててください。頑張ります。今日ね、あのそうスタッフさんともねいろいろ話してたんですよ、あのみんなでね、じゃワンマンまでにこれをしましょうとか、じゃこれを追加しましょうとか、じゃ毎日何をやってますかとか話してて、あのはこれとこれとこれとこれやってますみたいな。そう、なるほど、何を毎日やってるんだ、おはようボイスとおはようのツイートと何してるっけ、あメール1日1通マストとショールームと TikTok か、こんな感じですね。頑張ります。でもそんな本当に大変ってわけじゃないので全然安心して見てください。さすがアイドル、
ヒャノも一応アイドル。公式さんの縦動画で近いから振り目にくくて、ヒャノの横画面毎回すから、なんか横が漏れることに気づいて、横率増えそう。横が漏れることに気づいちゃった。明日はヒャノの TikTok が上がるよ、公式。明日はヒャノのマイク番号順が、後ろからマイク番号順かな、なので上がります。お楽しみに。でもどんな動画が載るか見てないんだよね。部屋の漏れてるかな。ブサイクだったらどうしよう。マジマジ。 Now 2時過ぎたか。ランキング読もう。ランキング読みましょう。いきます。13位しょうまさん、ありがとうございます。12位かんけ、ありがとうございます。11位こうくん、ありがとうございます。10位すぎんぬさん、ありがとうございます。9位まぼろしさん、ありがとうございます。8位おもちちゃん、ありがとうございます。7位だいき、ありがとうございます。6位きみじま、ありがとうございます。5位かわさん、ありがとうございます。4位まりか、ありがとうございます。3位クルーガーさん、ありがとうございます。2位ワッキーさん、ありがとうございます。そして1位西安さん、ありがとうございます。皆さんありがとう。寝ちゃってる方も多数いらっしゃると思うんですけど、皆さん見てくれてありがとうございました。4月3日のワンマン、ぜひ遊びに来てください。4月3日 Spotify ウエストで待ってます。リルルさんこんばんは。コウキさんこんばんは。みんな見てくれてありがとうございました。明日もまた配信するので、ぜひぜひ見てください。ということで、おやすみなさい。またね、また明日ね。今日は爆睡しようと思います。明日リハ頑張る。行ってきます。行ってきますじゃないな、明日行ってきます。